どうも、こんにちは。ナオコートです。はい。続編ということで、始めさせていただきます。はい。よろしくお願いします。お願いします。とにかく、今日で、タイタニックは完成させるという目標がありますので。はい。ね、今、まだ来場者がゼロですけども。頑張っていきたいと思います。頑張っていきたいと思います。頑張ってみましょう。はい。ちょっと僕にも、貸して。はい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 、あれここまだ終わってないでしょ。あ、上まだでしたっけ。どうかな、終わってない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 。例えば今日ね、反省させるということでやっておりますので、もうちょっとなんだよな。2つ完成間近です。本当本当本当に完成間近ですよ。作るとこはね、ほとんどあんまりない。完成間近です。あ、これ下がなんかずれてる。まあいいっすね。はい、いいっす、いいっす。3つバージョン、3つバージョン、そっちにある。3つバージョンと、あ、2つがそっか。いやー、もう本当に黙々と作っておりますね。黙々と、ただひたすらに作り上げるという感じですね。はい、はい。ではここに3つを入れて、終わりと。よし、これで完成だね、ここは。多分大丈夫。OK。大丈夫。OK。じゃあ次、17番。これ多分もう10分もかかんないよね。これクリアでしょ、全部。これ邪魔だな、これ。これここなの、本当に。合ってますよ。合ってない。覚え、どこだ、どこでしょ、刺したところ。もう1個置いたんじゃん、これ。はい。完成させますよ。風邪を移さないでくださいね。え？真壁さんそっくりですね。何が？言うことが。言うことが？あ、ありがとうございます。あれ？ないんですよ。僕もそこで今引っかかりました。なんでないの？ LG が。どこで使っちゃったわけ？あ、だからここら辺に入ってんだよ、多分。ない。あ。本当に？ LG がないね。なぜ LG がないのか。じゃあいいじゃないですか、ちっちゃいの。まあいっか、でも作っていくしかないな。とりあえず作っていきましょう。そうですね、完成は間近です。部品が足りないというですねことになりましたが、まあそれでも完成は間近ということでね、やっていきましょう。完成させると、今日は。ちなみに、小室さんは今日の午後の予定は？ちょっと病院に、行かなくてはいけない。横浜、ちょっと労災病院にね。あ、すぐそこですね。簡単に言いますね。そんなそこ、すぐそこですか。すぐそこじゃない？そこの競技場のところの横浜の労災病院って言ったら、そこじゃないですか。もう道混んでますからね。なんで混んでるところ通るっけ。通りますよ。僕は基本的に戦国時ぐらい狭い道嫌いなんで、あの、はいはいはい、大きい道しか行かないと、そういうことですよね。まあ基本、まあ大きい道ってまあ、まあそうですね。これここにあれか、白いの根っこ立てるのか。そうですね、まあしょうがない、かそっちゃうのはしょうがないな、今日の。ここに
L 字が入るんですか。 L 字はちょっと開けとこうかなと思って、まだ入れなくていいやと思って、余った最後余ったら入れようかな。で絶対余りますよ、これで終わりじゃないですか、ページが。本当だ、最後のページほとんど最後入れちゃう、入れちゃおう、2個1個で、うん、あ1個先入れるのか。そうですな、入れました、ここね、こっちはもう全部入れたの、あ、余ってんのか、そうだ、こうやってえ、こう、皆さん一応完成にですね、今着々と進んでおります。こうか、あ、入れました、丸なる、あ、ちっちゃいわ、はい、これで OK かね。じゃあ次、最後これ煙突で片付けて終わりじゃない？これをこれ丸じゃないんだよな。白いの。結構部品余るね。いやあと氷山を作んない、ね。氷山作んない。作んなくてもいいんじゃない？なんでですか？氷山にこだわる。氷山なくしてタイタニック語れないっすよ。そう、申し訳ないっす。君はタイタニックの何なわけ？タイタニックの何？タイタニックの何でもないっすけど。そこまで押す理由がわからない。いや押してはないっすけど。本体できたからいいって思うんだけどね。お？はい。よし。できた。ちょっとだ、一回だけいいですか、これブルーのシートだけずらしたいんですよ。はい、いえいえ、どうぞ。ずれてる、ずれてる、ずれてる、あ、これといい感じなの、もう一個なかったんですか、これ長いやつが、もう一個あるんじゃない、もうないよ、だって部品はね、なんか確かにね、ありそうだよね、もう一枚なきゃいけないよね、もう一枚ありますね、うん、もう一枚どっかにあるんだよな、もう一枚山盛りで残ってんじゃないですか、うん、もう箱の中にはないし、ありません、ナッシングです。ということで、ですね、今このように放送しておりますけれども、まさに氷山の一角ですね。もうないから、これで完成と。はい、ということで皆さん、これで完成いたしました、タイタニックです。ドドドドドド、はい、こんな感じですね。はい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 、ということでようやく今日もってタイタニックとお別れと。寂しいですね。寂しいですね。寂しいですね。寂しいんですか。まあ、結構ね、でも寂しい。余っちゃってね、こうブロックも結構余ったんですよね、こんな感じで。結構余っちゃいましたね。本体はこんな感じです。あった。あった？
いや、見つけなくていいのに。なんで？なんで？こんな感じですね。はい、タイタニックでございました。お、この角度からでね、なかなかタイタニックっぽいですね。はい、タイタニックがこう今浸水式だっけね、行われたとですね。今一人ちょっとね、皆さんごめんなさい、酔っちゃうかも。うちの小室がですね、氷山を作ってると、氷山を作る小室とですね。あ、すみません、いろいろおいただきまして。ルパンが盗んだな。ルパンが盗んだ。あのでもルパンのあの渋谷のモヤイ像のあれ面白かったですけどね、結構好きでしたけどね。もうだいぶ昔ですけどね。氷山作って突っ込んでドーンと。あ、そうですね、あれタイタニックも氷山だっけ、あれ。そうですね、氷山。はい。あ、エジジもつけた。今小室氏はですね、この設計図に今答えありますけど、これを作っております。これを作りたいと。けどこのタイタニックの文字もこれ作った方がいいんじゃないですか。これね、この文字はどっかに入ってるんですかね。そうなんです、海取れちゃったんですよ。すいません、全ブロック、いや全ブロックはできれば勘弁いただきたい。完成したら出航ですな。そこの目の前のドム側に浸水式でもしますかね。いやもう全く氷山の男になりましたね、全く喋らない。タイタニックのこれシールあんのかな、あればいい、なおよしということでね、いっていきたいと思いますけども、どう、何ですか、ん、そういよ帰ってくる言葉が。どう、今ね結構作ってますね。業務中ですけどね。ですね、業務中です、業務しておりますよ、お仕事しております。椅子の海がね、あ、そうなんですよ、あの、あれ月齢って今日、はい、昨日、うん、あの月に1回ですね、あのタクシー会社というのは教育会がやらなきゃいけなくてですね、それの今会場がセッティングされたままだったということですね。あれ月曜日今日だったの？うん、そうなんです。あ、明日なの？もう終わりました。もう終わりましたですね。終わりましたけど、まあ、ここはですね、そういうあの研修とかにも使われる営業所でもあるので、まあ、ちょっとこういうね広いスペースもございます。うん、なのでちょっとね言葉が響き気味みたいな感じではありますね。環境するということですか？はい、そうですね。山盛りにしないといけない。それ氷山ってさ、あの小室氷山ってことでしょ。そうですそうです。自分で作ってるでしょ。まあまあいいですよ、もう好きにしていただければ。もう今日これでタイタニックとは お別れですから。そこの目の前に川があるんで、そこに流してあと涙ながらに見送るということです。流すとどうなるんですか。海にたどり着くんじゃないですか。そこからまたタイタニックの新たな物語が始まるんじゃないですか。不法投棄になるということですか。いい加減めんどくさいと。いや、そんなことないですよ。不法投棄で訴えられればそれでですけど、はい、訴えられなければ成立しないことですね。そうですね。できました、氷山。なんかそんな感じだね、確かに。
ちょっとね、ボリューミー感がまだちょっと足りないんですけど、ボリューミー感。適当にちょっと、なんか、写真と違うな。写真と違う部分が結構あるな。出ますよ、伊藤さんが、隣の事務所からですね、結構いろいろ伊藤選手の次回タイタニック2ご期待ください。いや、タイタニック2はないっすこれをもう一回分解してもう一回やるっていやさすがにそこまでの僕はね、ないですよ、エネルギーは。おかげさまでありますか。いやちょっとそこは勘弁願いたいと。それはありました、事務所盛り上がって声聞こえますか。事務所の声聞こえちゃうって伊藤さん事務所の伊藤さんの声が聞こえちゃうって シールですね。まあ、小室さんがね、黙々と作っていると、それだけでもね、皆さんに分かっていただいて、我々も一生懸命仕事をしてるんですよ。ちょっとやるときはやるとこを見せてもらえないと。なんかちょっと今なぜ したったらどこに喋るのかどうかわかんない。これか。どういう方が見られてるんですかね。あと一般の方ですか。一般の方もいらっしゃるんじゃないですかね。関係者の方もいるんですか。関係者の方もいるけど、一般の方もいらっしゃいますよ。どっちの方が多いですか。え、知らない。いや、それは関係者の方が多いでしょ。知らないって言っちゃったけど、もう全然普通の人も見ていただいてる。それがすごい、本当にありがたい。それを知った時は本当に本当に感動しちゃいましたね。そうなんです、感動しました。ちょびっとでも涙出ちゃうもん。ずっと見てますよとかって言うんですよ。いえ、マジですかみたいな。そういう人もね、人いらっしゃるんですよ。その感謝の、はい、感謝を形にしてお返ししないとどうなんですか。どうしたらいいですか。タクシーチケット送りますか3話コース視聴者プレゼントみたいな。視聴者プレゼント、悪くはないですよね。いや、もう本当にね、完成を控えております。完成しちゃいますね、本当に。ついについに完成しちゃいます。よし、できた。一応、これできました。はい、タニックとよしとですね。タニックの看板もできて、氷山もできて、素晴らしい。あんま作りすぎてもあれなんでね、この辺でお会いしておきますか。はい、何でつなげるのこれ。それそれ、それでつなげるしかない。もうちょっときちんとつながるような感じで、なんだか、あ、氷山で、この辺まで氷山で繋げた方がいいってことですか。本当はね、もう思いっきり氷山に向かっていってるな。よし、オッケーでしょう。いやー、長い道のりでした。今、とうとう最後のブロックを
よし、じゃあこれで OK。 最後ね、こうするんだって。ちょっとまっすぐ、これ国旗みたいな、国旗、まあ、今作った、それなし、前の方がいい、後ろだっけ、後ろ、前ですね。前そんなこと言ったらタイタニックのあのシーンが撮れなくなっちゃうだろ。結構似てるやつ、この表では。え、うん、結構似てる似てる。日の丸掲げよう。あ、日の丸ないんですよね、ごめんなさい。氷山、船に乗せてみるとか。船に乗せてみるということでですね、今完成品をお見せいたします。よいしょ、ちょっとね、皆さん揺れますけどもね。はい、いいですか、おばさん。はい、はい、こういう感じですね。こういう感じでございます。はい、で氷山もこのようにできてと。こういう感じですか。それいらないんじゃないかな。じゃあこういう感じでタイタニックはとうとう完成いたしました。こういう感じですね。はい、さっき言ってた旗はここです。ここに旗があるということですね。乗客作ろう。それちょっとマジ無理です。感じですね。こういう感じで、できました。そして最後に私もこのタイタニックのね、看板をここにつけて、小室さんが作った氷山もあって、あとはもう氷山に突入するだけという感じのこのタイタニックが完成いたしました。拍手。これでようやくタイタニック君と、タイタニック君のお皿はですね、はい、いけるということで。達成感どうですか。え、達成感は、達成感、もうあれだよね、もう疲れちゃったね。長かった、長かった。ブロックっていうのは次回やめましょう。え、なんかもうちょっとこう、いや本当はね、もう一個新しいなんかブロック買ってくるかみたいな話をしてたんですけどね、うん、あれどうやって取ったらいいかな。じゃあ私はちょっと、あれ俺お茶どうしたっけ。あ、あれですね、ちょっとタクシー上に乗せて上に乗せなきゃいけない。そうですね、なんか小室主任は忙しいふりをしてるので、ね、まあしょうがないですね。よし、こんな感じですか。よし、 OK。 はい、こういう感じでタイタニックが完成いたしましたということで、ご覧いただいた方本当にありがとうございました。ですね、ようやくタイタニックも完成いたしまして、まあ小室さんもですね、ちょっといなくなったんですけども、お仕事ということで、あとまあ途中で終わっちゃいますけどね、このような形で終わりました。来週は先ほども言いましたけど、また真壁 P がですね、何かしら面白いことをやってくれるんじゃないかなと思っておりますので、ここまで、皆さんお付き合いいただきどうもありがとうございましたですね。はい、私はまた来月第1週目で説明会でやっていきたいと思います。皆さんコメントいただいた方もどうもありがとうございました。ではこれで終わりたいと思います。一人で、あ、一人で名シーン、名シーンするって言ったのにな。名シーンですか、名シーンとかってこんな感じですよね。はい、すいません、ありがとうございました。そうですね、男こうですもんね。そうなんですよ、いや普通僕こういうことやるキャラじゃないんですけど、今ちょっと頑張りました、ありがとうございました。そうですね、女子次はね、呼びましょう、やりましょう。こういう時はね、男だけだとねあれですから、できたいと思います。じゃあどうもありがとうございました。